沖野洲小学校の皆様、学童でございます。放課後学童クラブでございます。学童と学習塾のお月謝は共通1万1000円、入塾時お月謝を維持する制度がございます。学童と学習塾が合体しているので、奥様の将来にはとても有利です。場所は畑1丁 7-18 番、お電話番号 653-1713、 お問い合わせのお電話番号でございます。福島、沖野洲、城東小などいつでも途中でも入れますよ。1年から6年、夏休み、夏講習募集、月から金の学校帰りに、曜日時間は選択可能でございます。小学生、夏休みは朝から勉強です。英語、算数、国語、理科、社会、学校の宿題と塾の課題でございます。個別指導でお教えさせていただきます。学童は6時を過ぎてもお迎えまで安心ですよ。お子様が賢くなる幼児塾、1日1000円だけ税込みでございます。幼稚園がお休み中など土日もお勉強とお預かりいたします。予約が必要です。グレン・ドーマン法でお教えします。緑家庭保育園以来数十年の伝統と実績がございます。自由で融通が利きますよ。塾卒業生、就職先、公務員、医師、教師、薬剤師、警察官、コンピューター、情報関係他多数でございます。城東中学、一律高校、城東高校など1年から3年、ご要望をお聞かせくださいませ。中学生は週3回、高校生は週2回、各90分間の個別指導でございます。お好みの時間帯が選べます。部活に合わせて早い時間、遅い時間、あるいは学校帰りも OK でございます。中学生は月水金、英語、数学、国語、理科、社会、高校入試の問題、学校の定期テスト対策、夏休みの宿題など。高校生は火曜日と木曜日、英語、数学、物理、生物、科学、大学入試問題、学校に合わせてお教えいたします。お一人様から家庭教師のようにお子様の言うことをよく聞きます。このよく聞くということが個人指導ではとても重要でございます。中学生は普通科高校に進学できるように英語指導いたします。高校生は目指す大学に向けて無理をさせずにご説明いたします。テスト前などは曜日のお振り替えなどもいたします。お時間は融通をお聞かせいたします。お申し付けくださいませ。お教えする教科や範囲のご要望をお聞きしながら授業を進めてまいります。お子様の個性に合わせて優しく丁寧に、優しい言葉でご指導させていただきます。お勉強が嫌いで超苦手なお子様でありましても、個別指導でゆっくりと基礎の基礎から始めて時間をかけてよくわかるように、お子様の基礎学力が向上するようにお教えさせていただきます。夏講習も募集しています。お電話でお尋ねくださいませ。ご遠慮なさらずに、無料体験ご希望とお電話でお申し付けくださいませ。場所は畑7、旧跡地、現在は設置されていますが、道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートル、スロープを上がったところにございます。軸の北側に駐車できますよ。福島小学校と城東中学校のちょうど中間あたり、畑セブンの敷地の旧跡地の道路南、お弁当屋さんライスハウスの3メートル南、スロープを上がったところにあります。土軸です。お電話番号は 653-1713。 土軸を何卒よろしくお願いいたします。